ははいこんにちは田中美です私ですねフリーダンスで構成作家リサーチャーライター翻訳などをやらせていただいてるんですけれどもこのチャンネルでは私の普段の生活から私が思ったことであるとか目にしたニュースから感想などを語っていきたいなと入手旨のチャンネルになってるんですけれども本日のトピックは「誰でも お金持ちになる方法っていうのをちょっと解説したいなと思っていますまあいろんな投資であるとかお仕事であるとかいっぱいあると思うし、えー、まあ宝くじ、えー、とかもあるしまあそうですねそうやって今いろんな方法で 人々がお金持ちになっていってると思うんですけれども起業する人もいるしあの投資で当てる人もいるし今ギャンブルとかで大勝ちしたとかいう人もいると思うんですけれどもまあ、その中でも一番簡単に金持ちになるなっていうか誰でも金持ちになるなっていう方法があるんですね結局私が行き着いた答えなんですけど、えー、っていうのが 何かっていうと本当にこれ一番簡単で手っ取り早いんですけど仕今あのー、これ聞いてはあと思った人絶対いると思うんですけどこれぶっちゃけこれが正解なんじゃないかなと私どう考えても思うんですよ。 あのー、まあ仕事すればやるだけお金入るじゃないですかあのー、まあ例えば会社で働いていて月20万稼ぎますでタイミーとか今あるじゃないですか隙間バイトみたいなのであれで週末だけバイトするとかすればまあ 28万ぐらい,いくじゃないですか。であこれって貯金さえしておけば減ることはないですよねお金ってあの。例えば FX やったりとかなんかギャンブルとか競馬とかやったりとか、まあ、宝くじ買うにしてもお金がかかるじゃないですか。 で結局失うじゃないすすか増える可能性ももちろんありますよパチスロ行ってもパチンコ行っても僕やったことないですけどただあのその確率って高くはないですよね仮想通貨でも何でもまあ FX とかでもあのあれ結局のところ超反爆地なんでもう上がるか下がるか予測するだけだから本当にで下がって 保存した人の方が割合的にはっていうかそれがほとんどじゃないかなと思うんですけど結局はそれっっててお金を失っているだけだけと思うんですよね、まあ、必ずしもだけだとは言わないんですけど増える可能性ももちろんありますのでただその一番即効性のあるやり方で誰もが金持ちになれる方法ってやっぱり自分の収入を上げたりとかいっぱい働いたりして。 まあ働くだけじゃダメでその収入の範囲内で生活していくっていうのを毎月毎月年単位で5年10年っていう単位で心がけていくと絶対お金持ちになれると思います僕は。まあ、僕自身も、まあ、全然お金持ちではないんですけれども。 収入も人並みぐらいなんですがまあこれちょっと僕を、えー、リアルで知ってる人とかは、えー、あんまりそんな印象ないかもしんないんですけどまあこの部屋見てわかる通り僕そんなにあれなんですよいい部屋住んでないというか広い部屋住んでないんですよまあ一人暮らしだからっていうのもあると思うんですけど 1K ですからねここね で、6畳ですからね。で家賃とかこれ言うとあの特定されそうなんであんま言わないですけどあの管理費も込みで駐車場代も込みで。であの僕ですねあの、多分市長さんの中で一もう多分トップクラスに。 生活費月々の生活費が少ないと思うんですけどあの私あの税金とか、えー、込みで家賃も全部込み光熱費も全部込みで月に払ってる費用があの投資を抜いた金額で言えばだいたい二21万円から22万ぐらいに収まるんですね。ボロボロの支払いを入れて あの洋服とか買っちゃった時とかは結構行っちゃう時もあるんですけどまあそれはそんなに多くないし基本的に僕はあの、えー、ファストファッションか、えー、古着でなるべく済ませようとしてるんでそれもそんなに行くことはないから、まあ、大体使わない人いけば212万ぐらいで収まりますね、まあ、でんあのまあのっぴきならない消費とかあるから例えば自転車修理したりとか。えー なんか家電とか買わなければいけなかったりとか、まあ、そういうの引けばそんぐらいの収入で収まるんですよで、あのー、暮らしてるんで,で、まあ、結果これ何を言いたいかっていうとやっぱりあの今僕、あのーまあ、正直な話をすれば、あのーまあ、生活費的な面では結構、えー、まあまあ 少なくとも2年ぐらいは大丈夫かなっていうぐらいの資産はあるんですけどそれはなぜ作れたかっていうとやっぱりその働いて収入の範囲内で生活するっていうのをずっと繰り返してたからなんですね長いこと長いこと。なのでで結局結果的に今投資に回せる金額が結構増えてきたんですよ毎月のように。でもう 貯金じゃなくても投資っていう方向に行こうとしてるんですけれどもまあそれができるようになったので結局はやっぱり働いて収入以内の範囲で生活してっていうのをずっと繰り返してたからだと思いますなのでやっぱりその一番早く効率的にお金持ちになる方法で結局は働いて働くこと 働いて働いて働くこと。で、悠々常識ができたら、それを投資にちょっとずつ回していくこと。これがなんか1番ベストだと思います。あの近道とかないし、そのやっぱり fx とか、えー、ギャンブルでもそうですけど、なんか手っ取り早く金持ちになろうとする。行為って結局手っ取り早く落ちていくんですよ。手っ取り早くというか、もうすぐ落ちていくことになると思うんですよ。 あのーまあ、一発逆転みたいなことをしようとするとそのまた一発で落ちるっていう仕組みになってると思うんですね。なのでその結果的に大損をしてしまうっていう人が増えているし、あのー、やっぱりその投資で勝てる人とかギャンブルでも、えーまあ、宝くじなんかもっと低いと思うんですけどまあ本当に。 まあ数パーセントしかいないんで,でやっぱりその焦って金持ちになろうとしているからそういうことになっちゃうと思うんですけどねまあ昨日あの田畑慎太郎さんという方のえライブを私聞きましてえまあ息子になんか200万円しかない人がえ質問してきてえ投資やるにはどうしたらいいですかあお金増やすたらどうしたらいいですか働いてくださいみたいな回答をされてたんですよ田畑慎太郎さんがそれも見て。 ちょっと私同じようなこと思いました。えー、まあ、種銭を作ることまず、えー、投資するんだったら、えー。であの、お金持ちなりにやっぱり働くことこれが一番じゃないかなと、えー、私思っております、えー。ご視聴いただいてありがとうございました。えー、この動画が良いと思った方、えー、チャンネル登録、えー、並びに高評価の方よろしくお願いいたします。それでは。